あれは。いいね。皆さんこんにちは。今回も始まります、ビシューブ。今回はね、島根県の山奥にやってきたわけなんですけど、この先にね、八幡宮と集落があるので、ちょっとね、行ってみようかなと思いますね。まあ、この感じね、旧道のような感じなんですよね。まだね、この他にも、ちゃんと整備されたトンネルと、道路があるので、おそらく旧道なのかなと思いますね。このトンネルのね、中の形もすごい独特というか、昔よく、見たような山のトンネルという感じでしょうね。こちらをね、右手に入ってもらって、さらにね、山の中に入ります。バス停なんですかね。でも、標識がなかったんで、もしかしたら、バス通ってない。名残みたいな感じかもしれないですね。5分ぐらい走らせるとこんな感じで、さらに奥に入る感じですね。まあ不思議というかね、これ道を見てもらうと車のね、出入りがあるかなっていう感じなんですよね。車輪の跡というか、タイヤのね、あとというか、二つに分かれているということで。相当深い山ですね。これだけ進んだのも初めてかなと思います。だいたいね、ずーっとね、まっすぐ、先に行って、まあ、ある程度のね、建物があったりするんですけど、こんだけね、ずーっとね、ひたすら登って、下ってとか、そういうのはね、なかなかないですね。まあ、本当に昔、ここは重要な、だろうな、通り道だったのかなという感じで、まあ今となって旧道という扱いなんですかね。とりあえずこの道をずっとね、行ってみようかなと思います。到着までもうしばらくお待ちください。
はい、というわけで久々のハイソンシリーズ、なんか今までにないぐらい山奥に来ました。道がねものすごいことになってますけど、ちょっとこれずっと前に進んでいきましょうかね。何があるのかわからないですけど、家がありますね。物置小屋かな。穴開いてますね。よし。結構きれいに整備されてますね。最近まで人がいたのかな。よし、あらら、着いた、着きました。なんかあの農作業のする畑みたいな感じになってんのかな。なんか畑があったような感じですね。でここに神社があります。昔はねここでいろんななんか盆踊りとかしてたのかなっていうような、雰囲気の、広さというか。で、まあ謎ですよね。あそこも持ってあったりしてるんで、なんでこんなとこにあるのか気になるとこですけど、どういうことなんでしょうね。もしかしたらここにもなんか建物があった可能性もあるかもしれないですね。瓦がねここにあるので、あと木材というか下に
なんかありますよね。見えますかね。はい、というわけで、今日こんな感じでお送りいたしました。かなり山奥の中で、で一番気になるのが、ね、やっぱり水がね、流れがあるかなと思うんで、結構ねやっぱ 水に恵まれたエリアなのかなと思います。で話によればね、まだこの先に集落があるらしいんですけど、まあ、今の時期ね、草とか生い茂ってなかなか進めないということなんですよね。またちょっと機会があったら、そこの方まで行ってみようかなと思います。一応なんかこれ中国自然遊歩道ということで、まあすごい綺麗にねカットされてますからね、ここまで歩く人いるんでしょうね。というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。